始めれてプラスに資金がなるんだったらどうですか。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。はい、こんにちは。株式会社ライアート代表塚本です。この動画では在宅ワークは簡単なのかというお話をさせていただければと思います。私も会社を立ち上げてですね、もう1年経ったんですけども、娘が今3ヶ月ということでですね、今日はリンゴのヘタが見えてます。リンゴさんです、はい、ということで、はい、ちょっとお休み中なんでこのままお話を続けようかなと思ってるんですけども、在宅ワークですね。私も今、コンサルをしながらっていうことでこうビジネスをさせてもらってます。別に、やらなくてもいいわけなんですけど、娘がねこれだけちっちゃいんで。ただ私も結構こう走りたいというか、ストイックにねいろいろやっていきたいなっていうのもありますし、小遣い稼ぎっていう形でしていきたいなっていうのもあって、結構こう見られてるあなたもお小遣い稼ぎとかね、少しでもプラスじゃあ5万でも10万でも稼げたらいいなっていう方の方が多いかなと思いますので、その点についてちょっとマインド的なお話にはなってくるんですが、していけたらなと思ってます。で、よくその在宅ワークだから簡単に稼げるでしょうみたいな感じで言われるんですけど、よく考えてみてください。コンビニでもしアルバイトした時に、時給1000円やったとするじゃないですか。5万円稼ぎたいとなった時に50時間働かないといけないわけですよ。で、50時間ってじゃあどれぐらいなのって言ったら、1ヶ月ですね、4週あるとしたら13時間とかですか。13時間、じゃあその時間をどれぐらいかけるのかっていうことなんですよ。で、子供がいててやっぱり働くって無理じゃないですか。無理だからこそ在宅で稼ぎたいっていう方の方が多いと思うんですけども、じゃあ本当に50時間できますかっていうことなんです。ネットビジネスっていうのは簡単に稼げると思われてるので、1ヶ月100万とか余裕で稼げるでしょみたいなとか、歌い文句としてね、めっちゃ簡単に稼げるよみたいな書いてるやつとかあるじゃないですか。そういうのにちょっと騙されたりとかする人はいるかもしれないんですけど、基本的には難しいと思ってほしいです。はい、私も最高月収300万とか言ってるんですけども、やっぱりそれだけ人と違うことをしてきましたし、で、会社立ち上げるってチャレンジでもあったんじゃないかなと思ってて、で、今でもこうコンサルをさせていただいてるんですけど、人の役に立ちたいなっていうのが一番なので、2020年のこの目標としては人の役に立ってすごい幸せになってくれたらそれでいいかなと思ってます。で、その中で一緒にこうビジネスをねさせていただいてる仲間とかもたくさんいてて、秘書の方とかもいてるので、その方たちにももっともっと恩返しをしていきたいなと思うところなんですが、この在宅をこうやっていく上で簡単なものはないって今言いましたよね。で、簡単なものがないんですけども、例えばお金かけてやりたくない、例えば、お話でねよく聞かれるかもしれないですけど、例えば物販のコミュニティに入りませんか、投資のコミュニティに入りませんかとかで、これは全然勉強のために自己投資をするっていうのはめっちゃありやと思うんですよ。30万50万70万120万とかっていう200万300万とかかけてる人もいてます。それは普通だと思ってください。ただその上でその資金をじゃあ作れないっていう方であれば、無料でもいいから始めれるものってあるんですよ。その無料で始めれてプラスに資金がなるんだったらどうですか。めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。そういったものを取り組んでいただけたらいいかなと思ってますので、ぜひそこら辺の情報欲しいなっていう方は連絡をいただけたらいいかなと思ってます。はい、そんな感じで今回は、ちょっとじゃあ娘とセナタンと動画を撮りました。ありがとう。